初めてじゃないですか。あのダッサい、あ、本当だ、ジャージから卒業できたわけですけども、果たして卒業なのか。まあいいですよ、はい、ますけどね。ここはどこなんですか、皆さん。福岡でございます。はい、ドラグ B1 亀十ワンマンツアーの今日は福岡ということで、はい、本番前に撮影してるわけですけども、はい、どうですか、はい、ワンマンツアー皆さん。生き生きしております。なるほど。たけしさんは一体感が半端じゃないです。カメ子カメオの一体感が半端じゃないです。なんか福岡に来て早々に遊んでたらしいですね、君らは。誰前か。いや違いますよ、僕夜遊びしとったやつ手あげろ。誰だそれは。手あげろ、はよ。これおい、おい、なんで手あげろ。ちょっとちょっとマジで何してたの最初だ。ご飯食べに。そうそう、まあ、ご飯僕も行きましたけどね、一緒。大好き、大好き、ケモ行ってみんな。あれ、君は。僕はホテルで寝てましたまあ、ご飯食べて、ね、はい、ね、ちょっとこのカロリーを消費せなあかんってことで、カラオケに行きました。行ったらしい、しげちゃん。何言ったの。しげちゃんね、世紀末。マジで渋いな。X ひたすら歌って。そう、ラストソング知りたいでしょ。まあ、何で締めたか。何で締めたか、うん、始まりの歌だいぶ酔ってるね。しかも地味に結構うまい。うまい、マジでうまい。聞いてみたいですね。はい、というわけで、はい、今ずさんね、ワンマンツアー回ってるんですけども、はい、お便りが来てます。ありがとうございます。短いやつです、はいはい、ライブに行きたいのですが、一人で行くのは寂しいです。どうすればいいですか。一人で参加してる人も多いと思うんですけど。全然いますけどね。なんか友達が誘ってこないのかね。なんかプラカードをこう下げとけば。なんで書いとけばいいか。一人で寂しいです。そう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 、一人で寂しいです。友達募集中。友達持ってる。だから僕があのカネジュの前説でこうジャンプとかしてる時に募集してる時に使っちゃったら、はい、ごめんってごめんしなってたら、そしたらそこからなんかあ、ごめんなさい聞かれて。そうそうそう、そこからなんかカメラが広がったり。わかりました。じゃあわざと募集する。だから要するにそう、行った方がいいみたいな。ごめんってやれば友達になりたい。はい、でも大丈夫ですよねまあいつもね、あんまり僕ら参考にならないことやってるということで、今回は、相変わらず忙しい。まあそうですね、ワンマンツアーのダイジェスト。ダイジェスト、どっからどこまでなんですか。東京、札幌、仙台、名古屋。とりあえず前半はこの4カ所のツアーダイジェストをね、見てもらいたいなと思いますので、はい、うん、こんな感じでカメレオンマンツアー今回やらせていただいておりますというのが少しでも伝わればいいかなと思います、うん、じゃあ、ちげちゃん、ビートたけしさんのモノマネで急出しをお願いします。的な、はい、どうぞ、はい、お願いします。 VTR、言っちゃったりなんかしてバカ野郎ちょっと笑いそうです。はい、今日は2013年9月15日宝の馬場エリア亀十ワンマンツアーの初日でございます。ですね、僕、恥ずかしながらですね、誕生日をもうすぐ迎えるんですけども、届いておりました。届いておりました。届いておりました。ありがとうございます。あれ、高橋さん。あ、高橋さん、これ一回一瞬脱いでみた。時間できます。はい。時間でいきます。はい、兄弟やん。じゃあ、明日は。あ、今やるよ。最悪や。君待ち、君待ち。もう俺、裸にジャケットにする。はい。
よし、倒しましょう。ファイヤー出しましょう。ファイヤー行きますよ。はい、行きます。ウェイ。疲れてしまうよ。それにしても計算式が甘いね。つけてるよ、ダウンタイムだけだろ。必要なら教えてやるけど、あれが何を感じてるか多分知りたい。焦ると思うけど、今すぐどこから消えてくれないか。ラスト行こうか。ラスト一番高く飛べ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 。下がってからの頭振れ。疲れた。もうどうしようかな。ありがとう。はい、ということで3名両ワンマンツアー亀十初日エリア終わりました。高田の場合エリアという場所はですね、あの楽屋とお客さんのこのなんていうの、仕切り的な ものがですね、もうこれ1枚なんですね。だから、まあ、イベントとかで来た時に、まあ、悪口とか言ってたら、まあ当然聞こえるので、ね、まあ、気をつけてほしいなと。君が一番気をつけなきゃいけないやつで。やってきましたよ。来ましたね。さん札幌2回目の、はい、ワンマンライブです。亀尾長い年ワンマンツアー2013亀十2本目でございます。改めましてどうぞ。ボーン、札幌キューガーデン、バーン、見てこの黒いフォルム、なんだこれ。めっちゃ新しい感じ。めっちゃ新しい感じですよ。何やこれ。今日はここでですね、あのカメレオン2回目の札幌ワンマンライブということで。なるほど。おかげさまで。おめでとうで。ソルドアウトは、ね、には届かないんですけど、2歩ぐらい届かずということで。そうですね。なんでもニューさんやジルジルさんも、ね、あ、今日なんか裏でみんなバチバチやってるみたいで、まあそれでチケットの伸びがちょっとあれだったのかとは思わないですけども。そうですね。まあそんなのはね、今日はねカメレオンもやってるし、ニューさんもやってるし、デュエルジュエルさんもやってるということで、どうなんやみんなビジュアル系でハッピーになるんですね。そうそう、北海道今日ハッピーになったので。ありがとうございます。はい、今日は画面中のアマツアー2本目頑張りたいと思います。はい、じゃあカメロが絶大な信頼をしているピエ様です。いや、シンペアンです。せっかく言おうと思ったら、せーの、カメチャンネル。ありがとうございます。今日のお弁当です。よいしょ、食べたいと思います。梅干しはいらないから、たかしに。はい、あ、うん、小粒め、め小粒や。キツカバリオバリオ、キツカバリオ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 バリでね、今までで一番でかいキャパの箱でこんな人数で
ライブやらせてもらって、僕は僕は乳首にばんそうこう、乳首にばんそうこう、乳首ばんそうこう、あーいかん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 、でも演奏中に形取れたっていう以上です、ありがとうございました。あざー、本日は亀十院仙台ダーウィンさんです。ですね、仙台ダーウィンさんでは、去年の夏神羅万象で初めて、仙台来たんですけども、その時は動員が、お客さんが20人ぐらいだったんですけど、まあ2年目秋にこんな仙台ダーウィンさんでワンマンできるのは、みんなのおかげだと思ってます。どうもありがとう。ナズモネメクサイですって言って、ナズモネメクサイです、とんでもないダサい、ものすごい格好悪い。いいね、高橋、今日も頭キラキラハゲ散らかしてるね。今彼氏とかっていたりするの？せーの、いない。そうなんだ、意外だな。それじゃ今好きな人とか気になってる人もいないの？せーの、よかったら今度僕と二人で映画でも見に行かないですか？せーの、映画を始めるめっちゃ痛い、夢に変わった時数学は何度も無理、 Go 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 じゃあ主角は愛されないの、振り回りを置いて君はアンジェル、伸びが悪いとか結構心配されてたんですけど、無事、たくさんのお客さんが来てくれて、今日ワンマンライブすることができました。次の仙台ワンマンは多分ちょっとまだ決まってないんですけど、またいつか、ここをねまず埋めてからちょっとどんどん大きくなっていきたいんで、これからもカメラよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ちょんちょこ、はい、亀十院仙台公演、どうもありがとうございました。本当にね、一瞬で、なんていうんですかね、半年前の白山希望の仙台ワンマンを超える声だったり、笑顔だったり、すごいハッピーな空間ができて、すごい楽しかったです。しかしですね、ちょんちょこね、ちょんちょこ、おちぃーん、やめろ、じゃあ、ちょんちょこがまさら、おちぃーんだと、ダメ、ひりゃあのね、これはですね、帰ったら即おいっ子に報告ですね。もう毎日我が家はちょんちょこだらけになりますね。毎日我が家はちょんちょこちょんちょこふふふちょんちょこちょんちょこふふふふになると思うんですね。ほんと仙台でちょんちょこ教えてくれてどうもありがとう。また来ます。ありがとうございました。おちぃーやめろ。まもなくリハーサルが始まります。はい、しげちゃんで、しげチャンネル、せーの、しげチャンネル、すごい。あとはドラム用はいい休みです。いやいい、だから落としたら高い、落としたらもう買い取りやで、うん、大好きが買い取ります。おい、俺あれはこれ一緒やばい、襲われてる、タイミングが悪かったんだね、歩くのが早すぎたね、またいつかどこかで君に会えたらいいな。L でワンマンやりたいと思い、何年かかったんですか、高橋さん。何年ですか、もうこれやばくね。もう10年ぐらいですか。10年行ったかな、もう高校生の頃、ね、どうもよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。
エグザイ、アロン、最高です。じゃあタイトルコールお願いします。君とと見せかけて大丈夫しない運命快適しは続いてきたんだ。失ったものろかそれは大難のかな。よろせ高橋と高一の地元名古屋っていうことで、あれらしいね、家族の方がいらっしゃっていると。多分いると思います。高橋のお母さんも来てる。多分来てると思います。俺さっきお会いしたんですよ。あ、あった。君が準備してる間に初めて会ったでしょ。差し入れもらいました。え、え、マジで差し入れ何もらったの。あの、エナジードリンクをね。エナジードリンク、はい、飲んで飲んで、はい、みんな今、今、え、今、今、今ちゃんとね、いただきますって言ってみんな飲んでね。はいはいはい、小石君も飲んで、せっかくいただいたんだから。はい、竹石君いただきます。はい、めっちゃあるよ、これ一人、二本の計算だね。はい、じゃあ、乾杯しようか。じゃあ、お母さん、ありがとうございます。いただきます。はい、たけし君も頑張ろうね。えい、鼻毛の王様の名前をせーの、ガチャガチャの王様をせーの、ちっちゃい人の名前をせーの、どうぞ。あの名古屋もう終わっちゃいますよ。もう後半戦線だよ。いや、混んでないですけど。はい、もう後半戦でもう終わっちゃいますよ。まだまだいきますか。いけるか。はい、手に取ってあげて。チャンピオンチャンピオン、カモン、カモン、飛べ。久々にバラードターンバックタイムっていうボーカルの曲をやったんですよ。みんな5人全員がボーカルをやる曲、僕のソロがあるんですけど、そこでお客さん盛大に吹きました。ちょっとそろそろボイトレに通おうかなって思いました。ありがとうございます。よし、頑張ろう、歌頑張ろう。はい、亀十、名古屋編たった今終わりました。今日はですね、初めて僕のお母さんが来てくれたんですけど、この男がね、やりましたよ。なになに。お母さんはですね、カメレオは品のある、とても良いバンドだと、なるほど、はい、うん、まあですね、応援してくれてるんですけど、はい、あなたの今日の一言によって、すべてが崩れましたね。なるほど、はい、そもそもね、品があるって思っとるお前の感が、もうそれは鼻毛ですよ。鼻毛やね、入れ歯ですよ。入れ歯ちゃうわ。あの人はちゃんと歯ありますわ、ちゃんと。いやいや、あの、でも、日頃の勇姿をですね、はい、見てもらったのはすごい良かったじゃないですか。良かったです、今。まあね、やってますよ、こうやって。コメント通りなのに、ね、はい、入ってくる。もう、変わった。違う。もうですね、もう隣のお母ちゃんたちいっぱい来てますもう、なかなか、まあ、現場をあまり知らないのでしょうがないなと思いますけど、はい、ありがたいですね。ありがたいですよ。はい、締めてください。はい、もともとね、さらに大きい会場に行ってですね、お父さんたちにですね、こんなに俺はやってるでってとこね、見せるようにこれから頑張っていきたいと思いますので、頑張り、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
ということで、はい、ご覧いただきました。はい、エンガチョ、どうやったんですかね、エンガチョ。どうでしたか、ワンマンツの俺は今日もっていう曲を、はい、泣ける泣けるたまにやるんですけど、うん、秋の夜長にサビでちょっと僕なんかみんな手挙げてくれたら嬉しいなと思って。なるほど。ラララララとお客さんも一緒に手挙げて歌ってくれたらいいな。お客さんも一緒に。ああ、なるほど。せーの。ラララララ。したらもっと楽しめる。なるほどなるほど。高橋さんどうでしたか。やっぱ僕はですね、地元名古屋。ああ、ようやってくれるですね。L でワンマンできたんでね。素晴らしい。それで初めてうちのまあ私仕事ですけども、はい、お母さんが。見に来まして、そう、あんなにやりづらいワンマンは初めてやった。ああ、なんか身内がいるとね、ちょっとね、まあ嬉しいんですけどね、うん、まあまあでも前回のワンマンツアーよりは全然お客さんも入ってくれてて、うん、本当にありがたいなと、うん、はい、じゃあ最後にメッセージというかお便りがね、まだあるのか、紹介いたします。お、お、新潟県のカッパ16歳からカッパいただきました。16年、はい、私は大好きギガなのですが、カメチャンネルボリューム6を見て、うん、マネージャーのしげちゃんにも負けてしまっている大輔のキャラの薄さというかダメおかげんというか、そこが好きだったりもしますが、あ、ちょっと心配です。頑張ってください。16歳から、今後の存続というか、そうですね、はい、心配されているということで、ね、まあこれはちょっとバンド的にもね、もしかしたら大輔のせいでみたいな事故が起こる前に、大輔さんにはもうちょっと勝ちに行けるようになってもらいたいと思いまして、緊急特別企画、うん、あっち向いてじゃんけんビンタバトル。ビンタバトル、ビンタ、いやもうそれはね、うちのマネージャーのしげちゃんに負けてるような感じなので、今一度本当にあれなのかどうか試してもらったと。なるほどなるほど。さあちょっと前に行きましょう行きましょう。じゃあしげちゃんにも負けてる大輔さんが心配な新潟県のカッパのためにも勝ってくださいね。お願いしますよ。じゃあ行きますよ。はい、せーの、最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほいなっほい、はい、しげしげ、はい、いけ、ビッシャーしげ、すごいな、大輔。大輔さん、ちょマジか。大輔さん、なんでそんなに何がポイした後に来るの違う、俺、じゃんけんで負けたからそのまま来るからって、ちょっと見回ったんだよ来る方に行っちゃったみたいな。ルールさえもちょっとよくわからない。まあ、大輔さんにはね、これからも頑張っていただきたいなと思いますけど、はい、まあ、みんなで頑張っていきましょう。はい、エンガチョ何それ、はい、じゃあね、はい、ボリューム8ですか、次は。はい、いつも見てくれてるお客様にね、しげちゃんがね、象のモノマネで最後、お別れの挨拶をするということなんで。なるほどね。じゃあ皆さん、じゃあ先に行っときます。また次回、ありがとう、ありがとう、おたらいつなんて言うの？なんで今の？
がするだけ。